皆さまこんにちは。4月より事業開発本部を担当している青山です。では、私から四輪 EV の取り組みについてお話しします。EV の時代において重要な課題は、皆さまご存知の通り、グローバルでのバッテリー調達です。これに対する基本的な考え方は2つです。一つは、現在から当面の間必要となる液体リチウムイオン電池については、 外部パートナーシップの強化により安定的な調達量を確保するということそして2つ目は2020年代後半からは現在独自に研究開発を進めている次世代電池開発を加速させ技術を手の内化するということです。液体リチウムイイイオン電池ののの調達については EV の製品ライフサイクルの観点でも 競争力を担保するために地産地消の考え方に基づき主要な市場ごとに方針を固めました北米では GM からアルティウムの調達を計画していますその他にもバッテリー生産を行う合弁会社の設立について検討を進めています中国ではすでに公表した通り CATL との連携を さらに強化していきますそして日本においてはまず初めに投入する k EV 向けにエンビジョン AESC から調達することで合意しました一方次世代バッテリーでは既に発表しているとおり,り組んでいます現在の進捗ですがまずラボレベルで技術,に技術生産の検証を行い 目標とする性能を定めましたその上で生産技術の手の内化を目指し量産レベルでの性能やコスト安全面での優位性を確保するため生産プロセスも含めた設計に取り組める実証ラインの建設を定めました2024年春に栃木県桜市での立ち上げに向けて約430億円の投資を計画しています。 2020年代後半のモデルに採用できるよう研究を加速させていますが量産はホンダにとってもチャレンジングであり今後専門人材の獲得を強化するなど積極的に体制の強化を図っていきます。 まず EV 普及において黎明期にある現在から2020年代後半にかけては主要市場となる北米中国日本など地域ごとの市場特性に合わせた商品投入を進めます北米ではまず GM と共同開発している中大型クラスの EV を投入します2024年にはすでに計画を公表しているホンダブランドの新型 EV プロローグに加え アキュラにも大型 SUV EV タイプの、e、v を機種投入いたします。中国では EV 普及が他地域に先行する EV 先進市場としての特性を生かし現地独自開発でスピーディーに対応していきます既に昨年発表したとおり今後5年2027年までに合計10機種の EV を投入いたします。他地域に比べて、 ハイブリッド車が大幅に普及している日本では、まず、2024年前半に商用の軽 EV を投入し、配送業など稼働率の高いプロフェッショナルユースの領域から、e、EV の普及に取り組んでいきます。EV 普及に取り組むべく、この商用軽 EV を100万円台で提供することを目指しますが、インフラ全体での再生可能エネルギーの普及状況なども見ながら、 パーソナル向け系 EV、SUV タイプの EV も適時投入していきます一方、2020年代後半以降は EV の普及期に入っていると推察されますこの段階では各地域ベストからグローバル視点でベストな EV を展開していきますその一つとして EV のハードウェアとソフトウェアの各プラットフォームを組み合わせた E.V 向けプラットフォーム、ホンダ E アーキテクチャの展開を2026年から始めます。これはバッテリーをはじめとした E.V ハードウェアプラットフォームと車の機能を後から進化させるために必要な o t a の基盤となる次世代電子プラットフォームを組み合わせたものです。ハードとソフトを融合させることで。 商品を売って終わりではなくその後も商品を通じてお客様とつながりさまざまなサービスや価値を提供することが可能となります。これを四輪の電動化のみならずその他のモビリティへの適用も見据えたプラットフォームとして展開していくことでお客様にホンダならではの付加価値を提供することを目指します。また GM とのアライアンスを通じてコストや航続距離などにおいて従来のガソリン車と同等レベルの競争力を持つ量販価格帯 EV を2027年以降に投入する計画です。この共同開発を通じて共同購買なども含めグローバルで EV 普及の裾野を広げていけるよう取り組みを継続していきます。一方 先日発表したソニーとの EV 合弁会社設立の検討につきましてはモビリティメーカー単体ではなし得ない新しい移動の価値を探求するいわばモビリティの概念の拡張への挑戦だと位置づけており2025年を目標に両者の強みを融合させたソフトウェアデファインドな高付加価値モデルを投入します。これはソニーとの共同事業でであり今まで説明してきた ホンダとしてののラインナップとは一線を画すすものですしかしそこから生まれた先進のソフトウェアやエンターテインメントなど新しい価値はホンダの商品開発にも取り入れてていいいきたいと考えています以上のような取り組みにより2030年までに軽商用からフラッグシップクラスまでグローバルでの30機種の EV を展開し年間200万台を超える生産を計画しています。 こうした台数を支える EV の生産体制については中国の武漢に EV 専用工場を建設することを発表しましたが中国では武漢のほかに広州にも建設を計画していますまた北米でも EV 専用の生産ラインを計画しています先ほどのバッテリー生産と同様に EV の生産もライフサイクル観点での地産地消が競争力を生むことから主要な市場ごとに 必要な生産能力を適時検討していきますさてこうした電動化に伴い新たに事業開発本部で担っていくのがソフトウェアコネクテッドの強化です先ほど三部が触れたとおり製品単体にとどまらずさまざまなホンダ製品が連鎖しクロスドメインでつながっていくことでより大きな価値を提供できることこれがホンダの強みであり 私たちの目指すす姿ですその実現のためには電動モビリティや製品を端末と位置づけ各製品に蓄えられたエネルギーと情報をユーザーや社会とつなげていくことで新しい価値を提供していく複合型ソリューションビジネスの社会実装が必要となりますそこでその実行において重要なキーとなるクロスドメインでのコネクテッドプラットフォーム構築に取り組んでいきます。 今回現在ホンダが持つソフトウェア・コネクテッド領域の能力を新しい本部で一つに束ねましたが今後は開発のさらなる加速のためにバッテリーをはじめとした電動領域そしてソフトウェア・コネクテッド領域については外部からの採用強化も含め開発能力の大幅な強化を図っていきます。またこの領域については社内の強化だけでなく 互いにシナジーを発揮できる異業種間の連携やアライアンスそして最近バッテリーに関して SES 知能化領域に関してヘルム AI えそれぞれ出資したようにベンチャー投資も今後積極的に行っていきます以上ご説明してきたとおりホンダは EV 展開とともにお客様に新しいモビリティの価値を提供していけるビジネスの構築に向け取り組んでいきます